原作を読んだ時に、なんとかしてやりたいなと思って橋田さんに読ましたら、感動なさって、ええ、書かせてもらいますって言ってくださって、はい、演じたっていう気持ちがね、もう本当にないんですよね。なんだろう、美智子さんがいる、いるのね。僕は心から美子を愛している。だから一日も早く病気良くするよう頑張ってください。ねえ先生、私お嫁に行けるかしら。え？お産婚して子供を産んで、うんと旦那様大切にして、そんな平凡な奥さんになれたら私他に何の望みもないわ。二条劇場の担当になって、すごいこれは忘れられない作品。 あなたかわいそうにとおっしゃったのがもうね、もう泣いてらしたのよ橋田先生が。泣きながらあなたかわいそうにとおっしゃったんでね。本当にそんな日が来るかしら。来るよ、ここね、思い出す、思い出すと涙出ちゃいますね。まこ、またしてごめんね。橋田文化財団の、セミナーです。今日は、大空真由美さんをお迎えして、石井福子さんと、お話をしていただくという、大空真由美さんです。よろしくお願いします。そして石井福子さんです。よろしくお願いします。大空真由美さんは、橋田先生の、はい、作品、もう社会現象にまでなった愛と死を見つめて、はい、これに、お出になって、はい、おかげさまで、ということで、その、愛と死を見つめてというのはもう、1964年ですか、その作品ですかね。大島美智子さんという、はい、美智子さん、はい、その方の綺麗な方を覚えてます。その方 の、 お書きになった、本を原作にして、橋田先生が本をお書きになって、ドラマにした、石井さんがプロデュースされてということで、はい、そのまず、まあ、1964年なので、ご覧になってらっしゃらない方もいるかもしれませんので、ちょっとだけ、その VTR をご用意しましたので、お見せしようと思います、はい、難病もの の、 最初と言われてるものですよね。骨肉腫で若くして世を去られた大島さんの、ドラマですね。今夜は僕がいつ頃から巫女に愛を感じていたか白状してしまう。決して浮ついた気持ちで言うのではない。しっかりと聞いてほしい。僕は今年になって巫女に愛情を感じたのではなかった。友情から愛情に変わったのはいつ頃かと言われてもはっきりしない。しかし本というと、初めて炊事場で会った時、それから手術した僕が麻酔から覚めてそばについていてくれた君を見た時、そして2年間の文通が続いた。それが今度大阪で過ごした20日間で君の人柄に触れ、決定的なものになった。巫女、今はっきり言う。僕は心から巫女を愛している。だから一日も早く病気良くするよう頑張ってください。
この病気はね、まだデータが少なくてはっきりしたことはわからない。しかし死ぬことを考えるのは早すぎるよ。とにかく生きることに最善を尽くさなきゃね。顔、顔半分切り取ったら生きていられるんですか。手術をしない場合より生の可能性はずっと大きい。顔が、顔が半分切り取られて生きてる方が幸せだって先生おっしゃるんですか。目も半分切り取られても。これは私が強制すべきことじゃない。君は自分で考えて自分で選ぶことなんだ。しかし生きられる可能性を粗末にしてはいけないと私は思う。そりゃ君の苦しい気持ちは君よりよく分かってるつもりだよ。顔半分なくして生きているなんて君のような美しい人には残酷この上ない言葉に聞こえるだろう。しかしね、今の医学は整形という点ではずっと進歩している。手術前より綺麗な顔にすることだって決して夢じゃないんだ。ただそれまでの苦しさに、肉体的精神的な苦痛に君が耐えられるかどうかが問題なだけなんだ。ひどい先生だと恨んでるだろうけど、君にはっきりと自分の生きるべき道を知ってほしかったから、お父さんやお母さんにもお話して、一番辛い役を引き受けたんだよ。それに聡明な君だ、話せば分かってもらえると思ったから。あの大島美智子さん、実在の方を演じられるということで、まあその随分前の話ではありますけれども、まあこれ見てもすごく、なんていうかすごく リアルに拝見させていただいて、もうそこにもう大島さんがいるような感じで拝見させていただいたんですけれども、まあ演じられてどうだったのかっていうか、演じたっていう気持ちがね、もう本当にないんですよね。なんだろう、美智子さんがいる、いるね、感じね、ジャズの中にね、いやー今久しぶりに見ましたけども、辛かったでしょうね。ただ好きな人がいてよかったです ね、この時17歳美智子さん、あなた、私、いやもうちょっと言ってたと思う。テレビやった時はあれだけどね、いやお父さんお母さんつらかったでしょう ね本当ね、思い出します。お宅にお伺いしたり、お墓参り行ったわね。お墓参り行きましたね。それでお父さんお母さんが喜んでくだすって、美智子さんの部屋を紹介してくだすって、それで帰りがけに送ってくだすって、あなたが振り向いて手を振ったじゃない。こう右側から振り向いて、そうしたらもうすごい声で泣き出したの、お父さんが、私どうしたのかと思ってびっくりして、飛んでったら美智子は同じ場所で手を振ってくれた。そうですね、偶然ってか、やっぱり美智子さんがいらしたと思うんですけど、同じ場所で立ち止まって同じ角度で同じ手を振って、同じなんか美智子がいるとしか思えなかったっておっしゃってくださって、思い出しますね。だからだいぶ前のことだけど、あの頃のことをこう浮かび
浮かびますね。あのお宅に伺ったでしょう、姉ちゃんと二人、美智子さんが亡くなったっていうか、そのお家にいらっしゃらなくなった時のまんまにしてありますとおっしゃって、ね、うん、すごい悲しみです ね、 ね、それがね。だから同じ形で送り出して美智子さんに思えたんで、それで、ね、お父さんがお泣きなさったのね。そうですね、うん、でお父様はなんかあの何の会社織物かな、なんかおやりになってたのも、うん、心の痛手で全部おやめになってしまってっていうのも、あの時よりも今の方が分かりますね。その自分の命よりも大事なものをなくしてしまったっていう悲しみって計り知れないっていうか、ね、うん、だからこの原作を読んだ時に、うん、何とかしてやりたいなと思って、すごいよく思ってくださいましたね。それで橋田さんに読ましたら感動なさって、ええ、書かせてもらいますって言ってくださって、はい、多分橋田さんの2作目だったと思うんです。あ、2作目でした、うん、あの袋を渡せばが第1作で、うん、これが2作目だったと思う、はい、それであの一生懸命お書きになったら電話帳ぐらいの厚さになってこれはどうにもならないと、はい、で少しお願いして、うん、まあ、引いていただいて、でも1時間ではできない、はい、それでお願いして、それで前後編に初めてしたんです。そうでした、前後編でした。東芝日曜劇場では初めてだとおっしゃってましたね。 だからすごい思い出がありますね。もう本当に私も改めて命っていうものを向き合うっていうか、うん、考えたっていう作品でしたね。だからあなたがリハーサルの時からこうやって目をちゃんとやって、はい、ずっとお稽古してらっしゃるじゃない。はい、稽古してました。あのなんていうのかな、まあ距離感のこともあったんですけど、うん、どんな毎日を美智子さんがね、うん、これだけでもね、こっちがなくなるんだっていう、ね、あのシーンね、病院のシーン。そうなんですよ、辛いわね、見ててもね、片っぽね、顔なくしても生きろっておっしゃるんですか、うん、って。あれはまた美智子さん綺麗な方だったから、もう、うん、なとてつもない悲しさだったと思いますね。だから、うん、あの本当に橋田さんが稽古場に見えて、はい、あ、そうそうそう、ね、私あのお稽古でこっちこう隠してたのに、あなたかわいそうにとおっしゃったのがもうね、うん、もう泣いてらしたのよ橋田先生が、泣きながらあなたかわいそうにとおっしゃったんでね、先生これあの先生がお書きになったドラマですから、それ覚えてますね、うん、皆さんがそういう思いで愛としを見つめてを見てくださったあの時代ね、はい、あの随分反響があったわね。そうですね、うん、まあ本当にあのなかなか手術も難しかったし、整形があるって言葉をおっしゃったけど、なかなかそんな時代でもなかったし、うん、だから本当に美智子さんはあの年で命と向き合って生きるっていうことをあの若さで考えなきゃならなかったっていうのが、うん、ね、うん、あの愛と死を見つめてっていうのはその巫女と魔女との、はい、あの文通というかあの恋愛
の話なんですけれど、はい、あの今お見せしたのはあのお医者さんとからあの初めてその告知というかしっかりあの、病名を聞くというところだったんですが、あの巫女と魔女の、 あの2人のシーンを、またちょっと VTR を見ていただこうかと思います。魔女、はいはい、初めてお父さんに会ってみてどうだった？うん、ハンサムでしょ。自慢のお父さんなんだ。か、僕以外の男性はハンサムだなんて言うと怒るぞ。あ、ね、で何話したの？うん、前にもよく友達にも言われた。何もそんなに病人に惚れなくたって、日本中にはまだ適齢期の娘が何百万っているはずだって。それで僕のことを安っぽいヒロイズムだ、悲壮がってるって言うんだ。君のお父さんもきっと同じことを考えていられたに違いないよ。で、マコ、友達になんて答えたの？理屈なんてあるもんか。神様はね、世界中にたった一人しか恋人を与えてくださらないんだよ、きっとね。マコ、今度できるだけ長くそばにいて。いい子。手術したら2年は会えなくなるわ。どうして？整形できるまで会いたくないの。分かってくれるわね？その間に私うんと勉強しとく。もちろん花嫁修業もね。手紙だけはくれんだろ、ま、もちろんよ。今度会う時きっとマコサラリーマンね、背広かなんか着ちゃって気取ってるわきっとね。そうしたらまず最初に私のふるさとへ旅行しましょう。加古川の上流で水がとっても綺麗なの。織物の町なのよ。僕のふるさとの信州やもね。富士山もね、うん、夏はキャンプもいいな。そうだ、観光地がいいな。大正池とっても神秘的なんだぜ。うん、絵はがきで見たことある。大正池のほとりでテントを張って巫女は飯盒で飯を炊いてくれた。そうだ、湖もいいね。北海道の摩周湖、青森の十和田。十和田はもみじの時にしましょう。奥入瀬を歩くの。もみじなら雲仙がいいよ。九州ね。真っ赤に燃えた海のようなもみじの上をケーブルで渡るんだよ。生かすだろうな。それから南へ下って宮崎へ、青島の海岸、南国気分豊かなんだぜ。それからついでに桜島へも。みっ、本当にそんな日が来るかしら。来るよ、きっと来る。だから頑張ってね。うん、思い出しますね。いや、思い出すな。いや、本当にそんな日が来るかしらっていうあのセリフがね、たまんなかったんですよね。あの、まあ、これ拝見して、あの最初すごくその2人があの明るい、そう、明るい、ね、そういうところからあのこれからこあの未来に対する希望を語り始めていくうちに すごくその不安になってしまうというこの、 あの、まあ、橋田先生の本、すごい本ですね。あの、いや、やっぱり鬼の有川、怒られて私の名前はバカ真由美ですって言ったぐらい真由美って年中怒られた有川先生が、終わった後に鬼の目に、有川の鬼の目にも涙ってね、みんながね、あのおっしゃったぐらい、あの鬼の有川先生の目に涙が出てたっていうのを見て、また私が泣いたのを覚えてます。鬼の目にも涙があったんだってみんなが言ってくれて、怖かったからね。有川さんがですか？怖いっていうかね、私それが最初怖かったけど、そのうち当たり前だったと思って、怒られないことがなくて、バカバカ真由美って言われてたから、私の名前はバカ真由美だと思って、それでも愛情があるから
怖いとか嫌だとかっていうのは一度も感じたことない。アリちゃん多かったもんね。アリカ先生多かった。その、愛と死を見つめて有川さんの演出でその、最後の、シーン、これ多分脚本にはないような演出をされたんじゃないかと思うんですけれど、はい、脚本には書いてないような、 あったな脚本にない、ちょっとそれをご覧入れましょうか、はい、もう最後です。これあのドラマの最後です。東京からお電話ですけど。恐れ入ります。でもお断りくださいませんか。とっても出る。ダメです。出る。ませんよ。静かにして。ここね、思い出す。思い出すと涙出ちゃいますね。マコ、またしてごめんね。長いお話は無理よ。ミコ、苦しいのか？平気。今日ね、手紙出したよ。明日には着くよ。そう。楽しみに待ってる。私しばらく書けないかも。ごめんね。ミキコ。ミコ、苦しいならもう切ろうか？もう少し。よし、それじゃね。ミコの大好きな曲ギターで弾いてやろうか。でも電話代。心配すんなよ。ちゃんこのためにあのギター練習したんですよ。ったの弾けなかったのに。まあ今思い出してもいい作品ですね。まあね。なんだか分かんないで夢中で作って、うん、皆さんに夢中でやっていただいたもんね。あの愛と死を見つめてってその大島さんがあのお書きになったあの、巫女と魔女のあの手紙のやり取りがあのメインに書かれていて、であのもう一冊あるんですよね。大島さんがお書きになったのが、はいはい、あの若き命の日記っていうの、これはそのあのご自分のそのあの気持ちっていうか、あのあの真子にもあまり伝えてないような気持ちが、うん、あの書かれていて、あの橋田先生はその両方を丹念にその読まれて、うん、でそれであの脚本にされたっていうふうにこう、はい、あの思うんですが、その、 あの愛と死を見つめてですごく有名なのがその、最後にあの巫女の、ね、3日間の命、はいはい、命をくださいって、はい、あれがたまらなくいいんですよ。ちょっとあのご覧に入れましょう。病院の外に健康な日を3日ください。一日目、私はふるさとに飛んで帰りましょう。そしてお父さんの肩を叩いて、それからお母さんと台所へ立ちましょう。おいしいサラダを作って、お父さんに熱燗を一本つけて、みんなで楽しい食卓を囲みましょう。二日目、
私はあなたのところへ飛んでいきたい。あなたと遊びたいなんて言いません。お部屋を掃除してあげて、ワイシャツにアイロンをかけてあげて、おいしいお料理を作ってあげたいの。3日目、私は一人ぼっちで思い出と遊びます。そして静かに一日が過ぎたら、3日間の健康ありがとうと言って、永遠の眠りにつくでしょう。これ私覚えてるの、有川さんが最後もう本当にもっと早く真っ暗になるの、消すなーっておっしゃった、うん、顔の明かりを、うんうん、もう最後まで絞るなって、うん、鬼の目に涙でうん、いや、いや、3日間の命をね、あんな大事に使わないとね、うん、ね、これがあれですよね、その、あの若き命の日記の方に書いてあるもので、はい、それもあの橋田先生お入れになって、しかも一番最後にこれを持ってこられて、あのドラマを閉じられる、すごいですね、その終わり方がね、うん、本当にこの役をやれてね、私の人生のなんていうのかな、人生を見つめる心っていうか、なんかが変わりましたよね、うん、安易だったものが何か一つでも見つめることが大事だとかっていうことに気がついたっていうのは、あと感謝ね、うんうん、本当に一番は感謝に気がつきましたね、 何事も感謝、うん、まあ私も思いがけない本を読んでこれだと思ったのね、うん、やっぱり何とかしてやりたいなと思って、それで企画を出していいでしょうって言って誰に書いてもらおうかなと思ったんですけど、橋田さんにちょっと振ってみた、はい、それで原作読ませてくれるってか乗ったって言われた、それで書き始めた。でさっきもお話したように電話帳になっちゃったんで、電話帳じゃ1時間ドラマになんないわよって言って、うん、それでスポンサーのとこへお願いに行って前後編で、前後編でしたね、初めてです、1時間ドラマを前後編にしたのはこれが。でもいい作品って私の中では言えるかどうか、バイブルに近いもんだから、うん、自分の中ではね、あの、うーん、今までの役者の人生の中での心の大部分、うん、占めてる自分にとってのバイブルの作品ですね。本当に皆さんのご協力で本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそいい作品をありがとうございました。いや、こちらこそ。本当に健康に見えるからなんてことを言ってすいませんでした。健康だからいいのよ、だから悲しいんじゃないって言われたことを今でも覚えてます。うん、あのそれがあれですか、その、キャスティングされた時の、あのお話ですか、健康に見えるからいいっていうふうに。ん、健康に見えるからいい。そう、お姉ちゃんこの役はね本当に悲しくてね、素晴らしい、その病でしょ、だから女性で、私見てください、こんな丸々ですよって、まん丸で健康そのものですよ、だから真由美悲しいのよって、はあそうかっていうので、それから役をいただいた時に裏を、その役の裏も大事だってことが、大事なんだってことを考えるようにした。
うん、書かれてるこれだけじゃないのよって、丸々してるから病気になっちゃう、それが悲しいのよ、最初から病気で描いたってダメなのよっていうことでしょ。だからあなた丸々して健康そのものだから悲しいんじゃないって。うん、そうなんだ。そうですね、すごくその明るく元気に振る舞ってらっしゃるからこそ、その不幸がすごく辛く感じられるという。だからあの本当に命を見つめてる人だからこそ周りに気を配って、周りをその悲しみに引きずっちゃい、引きずり込んではいけない。私は大丈夫、ほらほらって見せるから、見せるほど悲しいんですね。うん、すごい反響があってね、あの学校の生徒から、はい、それで何回も再放送したんですよこれは。それであのだから本当に私も日曜劇場の担当になって、すごいこれは忘れられない作品。 ありがとうございますって私が言うのもおかしいけども、私はやっぱりこれに出会ったことで、やっぱり命っていうことをすごい考えるようになって、毎日毎日ただ過ぎてってるんじゃないんだっていうことを考えましたね、あの時。あ、25歳でしたね。20しか5でした。それまでね、考えてなかった。うん。で、美智子さんの役をやって初めて、生きるってこと、命ってこと、姉のことも含めて、はあ、人間って大変なんだなって思いました、うん、お姉さんも早く亡くなったもんね。はい、29でね、あの胃がんでね亡くなったんで、もう29って言うと4つ違いだった、私にちょうどそうなんですよ。ああ25だったから、うん、もういろいろ考えた時期ですね、うん、だからもう全然お姉ちゃん合ってますよね、うちの、はい、もう健康的で綺麗で、うん、素敵だった、素敵でしたよね。で、私よりスタイルはもちろんだけど、うん、あの魅力にあふれてて、車の免許も18で取って、日舞の名取りで、できないことなかった人がいなくなっちゃったっていうのが、うん、理解できなかった、うん、あんな元気で何でも持ってた人ですよね、うん、才能。寂しいわよね。ねえ、うん、私は兄弟がいないからあれだけど、まあ、なんかあの、先ほどお伺いしたんですけど、というかあの、お姉ちゃんって呼んでらっしゃるんですよね、大空さん。それなんですよ、うちの姉が29で亡くなってね、それまでお姉ちゃんって親しくて、私よりも何もかもできて魅力がある人が急にいなくなって、お姉ちゃんって言って、すみません私お姉ちゃんいなくなって、お姉ちゃんと呼べる人がこの世にいなくなったんで、お姉ちゃんって呼んでいいんですかってお願いしたんですよね、はい、どうぞって言って、そう、それからもうもうずっとお姉ちゃんだから、だから私はチャーちゃん、そうチャーちゃんで、お姉ちゃんで、ありがたいこと、それで随分寂しさがね、本当にあの日から、ずいぶんなくなりました。お話は続きます。後編をお見逃しなく。